こんにちは。こんにちは。池田たつきです。今日もよろしくお願いします。今日は五感を癒して豊かさを引き寄せるワークショップが行われました。それに参加してくださった八木香織さんに、感想を伺いたいと思います。八木香織さん、よろしくお願いします。お願いします。まず五感を癒して豊かさを引き寄せるワークショップに参加されたきっかけを教えてください。はい。前々からエモセラピーに興味があったのと、それに応じたお食事が提供されるということで、それを楽しみにしてきました。で、実際参加されていかがでしたか？とても楽しかったですし、お料理が最高に美味しかったです。本当に美味しかったですよね。美味しかったです。で、実際楽しかった、美味しかった、そういう体験をされて、今どんな気持ちでいらっしゃいますか？とても穏やかな気持ちになりました。そうですか。なんだかなんて言うんでしょう、心が豊かになったというか、本当に私も本当幸せでした。幸せでした。あと今回も もう一つのテーマである宝くじを当てようということもやったんですけども、このペンジュラムでですよね、自分の宝くじを買いに行く日、買いに行く時間、あとそしてその時に身につけていくラッキーカラーも出していったんですけど、実際自分でやってみていかがでしたか？最初難しかったですね。でもやっていくうちに、これは宝くじ当たるんじゃないかと思いました。ですよね。やっていくうちにどんどん当たる気になってきますよね。ですよね。ぜひその出した時間に購入しに行ってみてくださいね。わかりました。行ってきます。はい、はい、では、また来月も豊かさを引き寄せて五感を癒して豊かさを引き寄せるワークショップを行いますので、ぜひ皆さんも参加してください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。